私はユカ。大学を卒業してから5年経つが、この年末年始、久しぶりに実家に帰省する。気が重いな。でも今年の正月は帰るって言っちゃったし、毎年仕事を理由に帰っていなかったが。今年の正月は帰ってきてよ。母さん年々機嫌悪くなって、その相手するの大変なんだから。帰りたくないな。どうせまた誰かの悪口言ってるんでしょ。それはまあ仕方ないよ、あの性格だもん。帰ってもひたすらお母さんの悪口聞かされると思うと憂鬱だな。とにかく今年は帰ってきてよ。私だっていつも相手するの大変なんだから。わかったよ。地元にいる姉からの帰省要請が切羽詰まってきて、今年は帰ることにしたのだ。いやだな。帰ったら絶対に文句言われる。想像するだけで胃が痛いな。私の母は昔から誰かの悪口を言わずにいられない人だった。ただいまー。見てこの絵、学校のコンクールで金賞だったの。はあ、こんな下手くそなのに誰が採点したの。よほど見る目がないのね。これは生徒の投票で決まるんだよ。じゃあ他の絵がもっと下手だったの。ゆか、あんたラッキーだったのね。そういえばゆかのクラスの高木先生、若いのに肌が汚いわよね。化粧濃すぎなんじゃないかしら。あの年であんな毛穴目立つのってきついわね。彼氏もいなそうだし、結婚は無理そう。高木先生は今度結婚するって言ってたよ。それ見え張ってるだけじゃなくて、もし本当なら相手の人ブス戦なのかしら。なーにその顔。だって高木先生すごく優しいんだよ。だから。そんなこと言わないで。ゆかはお母さんより担任の先生の方が好きなんだ。そんなことないよ。だってお母さんを責めたじゃない。違うよ。お母さんを怒らせた罰で今晩のご飯はなしにしようかな。ごめんなさい。もっとちゃんと謝って。ごめんなさい、お母さん、怒らないで。誰かの悪口を言った時、それを遮るとさらに怒られる。だから私は母の悪口を黙って聞くしかなかった。このアイドルってブッサイクよね。足も太いし。足といえばマキの友達のめぐみって子も太いわよね。よかったわねマキ、あの子みたいな足だったらミニスカート履けなかったわよ。友達の悪口言わないでよ。本当のことじゃない。そうやってムキになるってことはマギもそう思ってたんじゃないの。思ってない。お母さんと一緒にいると悪口ばかり。もう嫌。なんなのあの子。反抗期ってめんどくさいわ。ゆっか、あんたはお姉ちゃんみたいになったらダメよ。あの子は親よりも友達の方を優先するんだから。姉のマキは母に反抗的でよく言い争いをしていた。母は私に姉の悪口を言い、私はそれを黙って聞く。いつもこうだった。マキはお父さんに似てるのよ。だから見てるといつもイライラするのよね。ああ、なんであんなつまらない男と結婚したんだろう。もっと稼いで顔もいい男、他にもいたのに。浮気でもしてくれたら慰謝料踏んだくって離婚してやるんだけどね。でも、お父さんと離婚したらお母さんどうするの？お父さんからお金はもらうから、働かなくても平気なんじゃない？そうなの？どうせあいつは離婚なんてできないんだから、そこまで考えてないわよ。それともゆかは離婚してほしいの？違うよ。あら、帰ってたの。お帰りなさい。お父さん今の話聞いてた？お風呂入るなら入るって言いなさいよね。やだやだ。父は母の悪口に一切反応しない人だった。日常会話もなく、いつも退屈そうにテレビを見ている、そんな印象だった。早く大人になってこの家を出たい。姉と仲の悪い母は姉妹間の差別もし、姉に見せつけるように私にいろいろ買い与えた。そのせいで姉妹の仲も微妙だった。お姉ちゃんは高校卒業と同時に地元で就職して、私は大学に行かせてもらったけど地元には残らなかったから、お母さんすごい怒ってたんだよね。帰ったら絶対に文句言われると分かっているので、就職してから5年、仕事を理由に帰らなかったのだ。本当はもう二度と帰りたくなかったけど、地元に残っているお姉ちゃんには苦労させているし、お姉ちゃんの頼みは断りづらい。あれだけ姉の悪口を言っていた母は、今は何かと姉を頼っているという。お父さんは相変わらずらしいし、大晦日と元旦を過ごしたら早く帰ろう。そうして私は5年ぶりに実家に帰った。ただいま。あら？どちら様かしら？知らない人が家にいるけど？久しぶり。あんたなんか知らないわよ。どこのどうなった？はあ、変わらないな、やっぱり。ゆか、帰ってきたのね。おかえり。お姉ちゃん、ただいま。マキが呼んだの？この恩知らずを。
私も年末年始はいろいろ忙しいの。ゆかが帰ってきて手伝ってくれたら助かると思ったのよ。いらないわよ。もう顔も見たくなかったのに。余計なことしないでちょうだい。まあまあ、そう言わないで。ゆかだってお母さんの娘じゃない。娘？大学まで出してやったのに、勝手に都会で就職決めて5年も帰ってこないやつが？今までかけた分のお金、返してほしいくらいよ。確かにゆかにはお金使ってたもんね。ん？ゆかには新しい服もカバンも買ってあげてたよね。私は就職しろって言ってたのに、ゆかは大学の学費も出してたし。失敗だったわ。こんなことならマキに使えばよかった。そう言ってもらえて嬉しいわ。本当の親孝行は誰なのかよくわかったでしょ。そうね。少なくともあそこに突っ立っている裏切り者じゃないわね。ああ、そういうことか。私は帰ってきて早々に姉が何度も帰省要請してきた理由を悟った。お姉ちゃん、今は自分の方がお母さんに必要とされているって私に見せつけたかったのか。私は姉妹の関係を良くしたいと思っていたけど、姉にすれば目障りな妹だったのかもしれない。確かにずっと妹と比べられて下げられてきたら、普通は好きになんてならないよね。母と姉は私が目の前にいるのも構わず、私の悪口を話し始める。もしかしたらいつもこうして二人で悪口を言い合っているのかもしれない。うん、バカバカしい。やっぱりもう帰るね。はあ？頭おかしいんじゃないの？何しに来たわけ？お姉ちゃんにお母さんの相手をするの大変だからって言われて帰ってきたのよ。ちょっと何言ってるのよ。今まで地元に残ったお姉ちゃんに悪いなっていう感情があったけど、二人の様子見てたらもうそれもなくなったわ。何よそれ。ずっと私がお母さんのゴミ箱だった。それが辛くてここから逃げたけど、お姉ちゃんは自分でゴミ箱になるのを望んだんだね。ゴミ箱？どういう意味よ。お母さんが吐き出す汚い言葉を受け止める存在。お母さんは誰かの悪口を言ってないと生きていけないもんね。お前一体誰に向かってそんな口を聞いてるの？私は母親なんだよ。そうだね。心底嫌だけど、あなたは私の母親だよ。うん、母親だったよ。私はずっとあなたの顔色を伺ってきた。誰かの悪口を垂れ流して同意を求められた時も、本当は思ってないのにそうだねってうなずいた。でも内心は嫌でたまらなかったわ。けどそうしないとあなたは不機嫌になって標的を私にしてくる。それが怖かったのよ。だから大学を卒業したら遠くに就職するって決めてた。それだけが希望だったの。お姉ちゃんにはずっと申し訳ないって思ってたよ。お母さんがお姉ちゃんの悪口を言っているのを止めることができなかったから。お姉ちゃん、お母さんはお姉ちゃんを選んだわけじゃないよ。ただ自分にとって都合がいい存在だから、今はお姉ちゃんに優しくしているだけだよ。そうやって上から目線なのは変わらないんだね。ゆかは妹のくせにいつも私を見下してた。ずっとお母さんを独り占めしてたくせに、そうやって簡単に縁を切ろうとするところもムカつく。お姉ちゃん、そんな風に思ってたんだ。そうだよ、私はあんたのこと大嫌いだったわ。そう、姉の本心を聞いて私は悲しさよりも肩の荷が下りたような気持ちになった。だったらよかった。私も心置きなくこの家を捨てることができるから。さっきから聞いてれば何なの？お前には育ててもらった恩はないの？あんなに可愛がってやったのに。恩はあったから毎月少ないながらも仕送りしてたのよ。でももうそれもやめる。この家がどうなろうが知ったこっちゃない。ああ、そう。じゃああんたに使ったお金全部返しなさいよ。偉そうなこと言って誰のお金でここまで成長したと思ってんだか。お前の金でないことは確かだな。え？何よいきなり。子供たちに使った金は俺が稼いできたものだ。親が子に金を使うのは当たり前だろ。育てる義務があるんだから。お父さん？父の声を聞いたのは久しぶりだった。さっきゆかの話を聞いて、俺もずっと踏みとどまってきたことを実行する。もうお前にはうんざりだ。離婚してくれ。は？お父さん本気なの？お前たちが成長するまではとずっと我慢してきた。大人になってからは専業主婦しかしてこなかった母さんを捨てるのはひどい人間かと悩んできた。だがもう限界だ。今後の人生ずっと母さんの文句を聞くことになるなら、他人にどう思われようが関係ない。誰のせいで文句が多くなったと。あんたが私のことを無視するからでしょうが。仕事から帰ってきて毎日誰かの悪口ばかり聞かされたら返事もしたくなくなる。じゃあ全部私が悪いっていうの？あんたは何も悪くないの？違うでしょ。そうだよ、お父さんはお母さんだけじゃなく私たちも無視してきたじゃない。それに関しては何も言えない。その通りだから。ただ親としての責任は果たしたと思う。何言ってるの？お金を払っていれば親としての責任は果たされるの？それは私やお姉ちゃんにお母さんの相手を任せて、お父さんは何もしなかったじゃない。お母さんに理不尽に怒鳴られてもお父さんは一度も助けてくれなかった。それどころか面倒くさそうにその場からいなくなるだけだった。
私はお母さんが嫌い。でも同じぐらいお父さんのことも嫌いよ。なのに今さら父親の責任がどうとか改心したように言わないで。お父さんがずっと私を無視してきた過去は変わらないんだから。ゆか、もともと壊れていた家族だけど今日が本当の終わりなのかも。私は相続も放棄するし、今後この家族に何があろうと関わるつもりはない。お父さんとお母さんが離婚しようがしまいが関係ないからどうでもいい。ゆか、あんた本当にそれでいいの？お姉ちゃんこそ30過ぎてもまだお母さんに愛されたいの？うん、じゃあさようなら。お元気で。ま、待ちなさいよ。痛い。私はもうあなたに支配されている存在じゃないの。昔みたいに気軽に私を叩けると思わないで。うん、親不孝者、ずっと私と一緒にいるって言ったくせに。小さい頃はお母さんのこと大好きだったんだよね。帰ろう、私の家に。両親がその後どういう結末を迎えたのか知らない。姉がそれからも母のそばにいたのかもわからない。お母さんの言う通り、私は親不孝者なんだろうな。でもこれで良かったって思える自信がある。一人になった寂しさよりも長い間のしかかっていた重しが取れて、私の足取りは軽いのだった。